兵庫県甲子園警察署生活安全課の藤作といいます。西宮市内をはじめ、喧嘩的に還付金詐欺や預貯金詐欺などの特殊詐欺が多発しております。この講座で特殊詐欺の手口や防犯ポイントを知っていただき、受講された市民の皆様やご家族の方々が特殊詐欺被害に遭わないようにしていただきたいと思います。手口と防犯ポイント、それでは特殊詐欺の手口と防犯ポイントについてお話しします。還付金詐欺、市役所の職員を名乗る者から医療費を還付する手続きの締め切りだが、手続きを終了しましたか？今日までなので銀行から連絡がありますなどの話があります。銀行の行員を名乗り、還付金の支払いは今日までなので携帯電話とキャッシュカードを持って近くの ATM に行くようにと言われます。 ATM に行き、携帯電話で相手の指示通り画面を操作すると振込手続きをさせられてしまいます。役所や社会保険事務所、一時団体職員、税務職員を装って医療費、保険料、税金の還付金などが戻ってくるかのように装いますので注意してください。それでは防犯ポイントについてお話しします。役所や社会保険事務所が ATM の操作をお願いすることはありません。 ATM を操作してお金が返ってくることは絶対にありません。キャッシュカードを取りに来る詐欺、預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺等があります。キャッシュカードを取りに来る詐欺では、警察官や家電量販店、百貨店職員、金融機関職員等を語り、被害に遭う恐れがあるのでキャッシュカードを預かる、あなたのキャッシュカードは古いので作り直さなければならないなどと電話をして、警察官や金融機関を語って訪問してきてキャッシュカードを騙し取ります。警察官を語る手口では、電話で詐欺犯人を捕まえたらあなたの個人情報を知っていました、個人情報を悪用されて現金が不正に出されてたなどと言ってきます。家電量販店、百貨店職員を語る手口では、電話であなたのカードで高額な買い物をしようとしている不審者がいるなどと言って、続いて警察官などから電話があり、あなたのキャッシュカードが偽造された、今持っているキャッシュカードも被害に遭う恐れがあるので預かるなどと言ってきます。市役所職員などを語る手口では、電話で払いすぎた医療費の還付金がある、口座番号を教えてください、暗証番号を教えてくださいなどと言ってきます。キャッシュカード詐欺等では、警察官や金融機関職員を語って訪問し、キャッシュカードを封筒に入れさせて封筒に割り印をするので印鑑を持ってきてくださいなどと言って、被害者が離れた隙に封筒をすり替えて偽物のカードが入った封筒を渡します。3日間保管するように言ってなどと言って立ち去ります。このようにキャッシュカードを取りに来る詐欺は、後に騙し取られたキャッシュカードで現金を引き出されてしまうことになります。防犯ポイント、警察や金融機関がキャッシュカードを預かることは絶対にありません。暗証番号を教えては詐欺、キャッシュカードを他人に渡さない、必ず誰かに相談する、架空料金請求詐欺、
未払いの料金があるなど架空の事実を口実として金銭を騙し取ります。電子マネー詐欺、サイト利用料、パソコンや携帯電話でインターネットを閲覧中、登録完了しましたなどと画面に表示されたり、パソコン画面にウイルスに感染しましたなどの警告画面が表示され、表示された電話番号に電話すると、コンビニエンスストアで電子マネーを買って番号を教えてなどと言われます。このほか携帯電話に有料サイトの未納料金がある、当選金が受け取れるなどと身に覚えのないメールが届く、記載された電話番号にかけると氏名などの個人情報を確認され、確かに登録されている、今日中に支払わなければ裁判を起こすなどと脅かされます。こういった場合もあります。防犯ポイント、サイトを閲覧しただけで料金請求をされることはありません。電子マネーの番号を教えてなどというのは詐欺、注意してください。被害防止方策、騙されないために心がけること、電話でのお金の話は詐欺、非通知の電話には応答しない、在宅中でも留守番電話に設定する、知らない相手には会話を録音すると警告する、不審な電話があれば電話をすぐに切って110番をするか、必ず警察や知人、家族に相談する、非通知電話や迷惑電話を自動ロックする機能や事前警告メッセージ機能、通話録音機能がついた防犯機能付き電話を活用することも効果的です。主に高齢者が狙われる傾向にありますので、ご家族やお知り合いに高齢者がおられる方は、キャッシュカードは渡さない、暗証番号は教えないなど、被害に遭わないように注意の呼びかけをお願いします。通報及び相談窓口、不審電話がかかってきた場合、110番通報するとか、警察相談専用電話#9110、#9110番、消費者ホットライン188に通報または相談をしてください。お知らせです。兵庫防犯ネットの紹介をさせていただきます。兵庫県警の防犯情報の配信システムの紹介です。兵庫防犯ネット、登録は無料です。ご登録いただいた方に兵庫県警察本部から犯罪情報や防犯情報をメールでお知らせします。